どうも、皆さんこんにちは。フェリシティです。なぜこの画面から始まるかというと、時間を戻さなければいけない事態が発生してからです。今こんな時間ですね。まあ、3、40分ぐらい前に戻ってきたんですけども、夕方家に帰ると母が救急車を呼んでほしいという話がありまして、椅子に座るところをちょっとずれてしまってしまい、その椅子から転げ落ちる感じで腰をぶつけた、とても痛いということで、まあ姉も呼んで救急車で病院に行きました。まあ1時間ぐらいで待つということだったんですけども、7時40分ぐらいに着いて先生の話を聞いたのが23時40分です。4時間も待たされました。そんなわけで、時間を戻さなければいけない。9月5日の11時、これでスタートします。まあ、緊急事態なので、多めに見てください。始めます。そんなわけで、今日は2023年9月5日です。6日じゃないです。始めてから241日目です。始めましょう。母は大腿骨を骨折してました。そんなわけで、まあ病院行った、病院は手術できるところじゃないので、まあ病院にとりあえず入院して、手術ができる病院に転院するという形になりますね。これ難しいんじゃないか。まあこれからが心配ですけどもね、まあ、とりあえず手術の無事を祈り、まあリハビリがスムーズにいくことを願うだけです。うん、ちょっともう今日はあまり話すこともないので、もう右画面の紹介に行きます。本日紹介するのは、機動戦士ガンダムに登場した輸送機ミレアです。こちらも550分の1とモビルアーマーと同じような感じの縮尺になってます。400円のモデルで、おまけとして550分の1のドムが3機付いてます。というのも、もちろんこれが乗っていたマチルダ中尉がそのドムによってやられてしまうという悲劇の機体ということもあるんですけども、とにかくこういう主役機からもかけ離れた存在であるメカでも製品化できた機動戦士ガンダムの人気でした。ドムを1機出してみました。550分の1です、うん、かなりよくできてますよね。こういうサイズ感です。
で、マチルダさん、ミディアで、ドムを、このように、押さえつけて地面に叩きつけようとしたんですけど、そのオルテガのドムにコクピットを潰されてしまいました。本日紹介したのは、機動戦士ガンダムに登場した輸送機、ミディアでした。終わったか。まあまあ、普通ですね。また明日ね。そんなわけで、まあ、時計を動かすのは、まあ、今回限りとしたいですね。まあこれが終わったらまたすぐ時間を戻して、明日からまた通常営業で行きます。それでは、ありがとうございました。失礼します。